ルーカス・ヒンテル・ゼアは、オーストリア・チロル州キッズビュール出身のサッカー選手。オーストリア代表。ハノー・オファー96所属。ポジションは、フォワード。2009から10シーズンから、FC バッカー・インスブルックで、プロキャリアをスタート。2012年に FC ルステナウレイ7、ファースト・ビエナ FC と立て続けに、レンタル移籍2014年5月。 FC インゴルシュタットレイ4に3年契約で移籍。2016年4月、契約を2017年まで更新。2016から17シーズンに FC インゴルシュタットレイ4が2部に降格し、契約満了をもって2017年6月8日に2年契約で、VFL 防フムへの移籍が発表された。2019年5月25日、 ハンブルガー SV にフリートランスファーで移籍することが発表された。2021年1月22日、韓国系リーグ1のウルサン現代 FC に完全移籍。ボーフム時代の同僚だった李青流と再び一緒にプレーすることになった。MK ニュースによると移籍金は推定15万ユーロとされている。ウルサンでは、 リーグ戦20試合に出場して6ゴール1アシストを記録したが、わずか7ヶ月後の2021年8月30日には2年契約で、ハノーファー96への完全移籍が決まった。MK ニュースは、ハノーファーが支払う移籍金は30万ユーロになると報じている。2013年11月のアメリカ代表戦で、オーストリア代表デビュー。1960年スコーバレーオリンピックの アルペンスキーで金メダルを獲得したアーネスト・ヒンテル・ゼイアは祖父。また、歌手のハンシ・ヒンテル・ゼイアは叔父である。ありがとうございます。